今田耕司は結婚条件が39個もあったことで知られている。そのため結婚願望があるにもかかわらず57歳になっても結婚できないことから、結婚条件を明るい子、肌が強い子、頼りになる子の3つに絞った。過去に結婚条件にぴったりの女性として安子を紹介されたが、安子がストレートに告白するもまだはお辞儀しながら丁重にお断りした。かなり切羽詰まった状況で結婚を切実に希望していた今田は、 AI ツールにあまり返信がない相手に興味を持ってもらうためにはというガチの恋愛相談をしていた。ちなみにチュートリアル得意には50歳から景色が変わるから50歳までに結婚した方がええでとガチアドバイスしている。アンガールズ田中が入籍したタイミングでここやと思って元カノに LINE で告白したが丁重にお断りされた。